はい、北海道お疲れ様でした。今回はね、まあ、5位ということで、まあ、この2021年のポイントってこうと考えると、まあ、しっかりポイントが取れたっていうのは良かったと思うんですけども、まあ、でもやっぱり、まあ、グラベルまだまだ自分の中ではまあ本当に要修行だなっていうふうに思うし、やっぱり最高の車ね、最高の状態であっても、まあ、最終的にはやっぱりその限界付近までしっかり攻め切らないと、やるその引き出し切れないと結果が出ないっていうことを今回まあ再認識させられたっていうかね、そういう思いが本当に強かったなっていうふうに思いました。まあシリーズ考えるとね、ポイントは取れたものの、やっぱりランキング2位のね、加瀬選手の、まあ、ワークスチームであるトヨタさんがね、フルポイントで、まあ、今回優勝もされて、まあ、正直、まあ、この年間のねポイント差も10ポイントっていうことで、本当にケツに火がついたというか、そういう状況になっているので、まあ、残り2戦、まあ、今度は、まあ、僕の得意なね、まあ、ターマックっていうこともあるし、まあ、本当にこのシリーズっていう意味ではね、まあ、どうなるか分からへんけども、もうとにかくもう悲願の年間のチャンピオンを目指してね頑張っていきたいと思うしね、まあ、最近ちょっとね YouTube とかでなかなかね発信もできてなくてね、まあ、久しぶりのねこういう形でのコメントなんですけども、まあ、これからも残り2戦、まあ、本当にもうね、自分の中の最大限の力をね出し切ってチャンピオン獲得したいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。